皆さんこんにちは。今回は復帰生の方で今から始めて追いつけるのっていう人がいるので、ちょっとそれに答えようかと思います。俺の意見としては、俺が以前作った動画で効率よく強くなる方法っていうのがあるんですけど、それの通りにやれば絶対に追いつけます。その動画のリンクを動画説明欄に貼っておくので、よかったら見てもらえればと思います。で、このゲームで一番強い武器ってなんとかインテグラル武器っていうやつなんですけど、メニューアイテム強化交換生産って進んで、でどれか武器これ押して、でここに装備可能レベルが101とか121とかっていうのがあるんですけど、この装備可能レベルが一番高いやつがこのゲームで今一番強いやつで、でそのシリーズの中でも一番装備可能レベルが低いやつは初期インテグラル武器とかよく呼ばれてるやつなんですけど、装備可能レベル101の片手直剣で言えばこのグシオンってやつは、これ13層フロアボスを周回して作るやつで、これ14層のフロアボス周回してそれを進化させるやつで、20層のフロアボスを周回してさらにそれを進化させるやつっていうのがあるんですけど、この生産素材になんとかの武装石ってあるじゃないですか。これが希少ドロップって言われてて、本当に滅多に出ないやつなんですよ。まあ今はこの一番装備可能レベル低いやつはもう階層武器が性能追いついてきちゃって、もう武装石のドロップ率が緩和されてかなり高くなってるので、かなり作りやすいんですけど、その次のノクスインテグラル武器ってやつですね。これが121なんですよ、装備可能レベルが。で、これが25層周回するやつで、27層周回するやつ、これが35層周回するやつなんですけど、まあ、その次にルクスインテグラル武器っていう装備可能レベル141のやつがあるんですけど、まあ、これ40層フロアボス周回、これ47層、これ50層なんですけど、まず初心者はこのルクスインテグラル武器を作るのを目的にするのがいいんですけど、その前にこのノクスインテグラル武器とかあるじゃないですか。これ今はスキルレコードさえ揃っていれば、このノクスインテグラル武器飛ばしていきなりルクスインテグラル武器作ることもできるんですよ。片手直剣のモッドスキルっていう初心者が周回する場合にすごくいいスキルレコードがあるんですけど、それ使うといきなりこれ作れて、まあ、あとはレベル141までレベリングすればいいっていう感じなんですけど、まあ、その直剣モッドがなぜ強いかっていうのは動画説明欄にリンク貼っておくので見てもらえればと思います。まあ、だからこの最初のノクスインテグラル武器飛ばしてルクスインテグラル武器作れるっていうことからも、まあ、ちょっと追いつきやすいっていうのがあって、しかも今って50層以下のモブモンスターが弱化してるんですよ。2020年の11月あたりにパワーバランス調整っていうのがあって、モブモンスターがすごい倒しやすくなってるんですよ。でもそれのおかげか、初めて半年で俺の TP 抜かしたり、初めて半年でこの TP ってトータルパワーっていうんですけど、まあ、今まで頑張ってきた分がこれ数値になるやつなんですけど、半年でトータルパワー21万超す人もいるんですよ。めちゃくちゃ頑張ってる人とか。でその21万超えてる人っていうのをちょっと話聞いたんですよ。なんか、まあ、俺の知ってる人をなんか師匠にしてなんか頑張ったみたいなんですけど、まあ、その師匠さんは極意の針瓶っていう熟練度スキルを上げるアイテム、それを1日何個まで取ったらいいかみたいなノルマを課したらしいんですよ。メニューステータス武器熟練度って進んで、まあどれか押して熟練度スキルって押すと、まあいろいろ出てくるんですけど、まあこの熟練度スキルっていうのを習得するのに必要なアイテムっていうのがあって、でこの極意の針瓶っていうやつなんですけど、まあその他にも習得条件って言って熟練度レベル上げたり、一つ前の熟練度スキルを上げたりしてっていう習得条件もあるんですけど、一番大変なのがこの極意の針瓶っていうやつを集めることなんですけど、でこの中瓶ってやつですね、極意の針瓶小中大ってあるんですよ。小瓶中瓶大瓶ってあるんですけど、大になるほどやっぱりドロップ率低くなって手に入りにくくなるんですけど、その人の1日のノルマはこの中瓶50個、大瓶30個だったらしいんですよ。それくらいやると半年でトータルパワー21万いけるらしいんですけど、まあ、最低でもそれくらいやってたって話で、もしかしたらそれ以上やってるのかもしんないですけど、なんかフロントランナーに追いつけるのって聞いてくる人は大体追いつけないって言われてるんですけど、まあ、それについてちょっと俺の考
考えなんですけど、追いつけるかどうかいちいち気にしながら周回してると、例えば掲示板を1000回周回しても武装席出なかった時に、あ、掲示板っていうのは左上メニュー右下イベント一覧で下の方行ってクエスト掲示板へってやって OK ってやると、始まりの街商業区の掲示板っていう前に来るんですけど、まあ、これでなんとかかんとか討伐ってこれあるじゃないですか。これをやるとあのソロの場合周回がしやすいんですよ。メニューシステム設定、詳細設定って押して、でこのキャラクエストストーリースキップっていうのをオンにすると周回できるようになるんですよ。いちいちストーリー見なくて済むので。でこの掲示板を1000回くらい周回して武装席出なかった時に、あの本当に追いつけるのとか考えてると、もうそれで、あ、もう無理かもしんないっつって諦めちゃう人が多いんですよ。でもそれって短期的に見た場合の感想なんですよ。もう1000回周回って正直まあ何日かですよね。1週間ちょいくらいの人とかかな、わかんないけど、多分それくらいの人が多いんじゃないかなってちょっと思うんですけど、本当に周回してる人は1日で1000回周回する人もいるんですけど、このゲームって長期戦なので、そういう考えは捨てた方がいいと思います。あの本気でやればフロントランナーに追いつくっていうのはもう絶対に可能なので、それを信じて周回するなら無心でやった方がいいです。もう完全に信じきれば可能です。実際に半年でトータルパワーが21万いってる人がいるので、俺16万ですけど、まあ、俺攻略記事書いたり動画こういう風に作ったりして全然やる時間取れないんですけど、なんか武装石が出るか出ないかを気にしてると、出ない回数が増えれば増えるほどストレスになるだけなんですよ。でそういう時間って長く感じるんですよ。だからなんか出るとか出ないとか考えずにぼーっと周回してる方が、まあ、なんか武装石が早く出たような感覚になると思うんですよ。だからなんか武装石が欲しくてやるっていうより、なんか1日中瓶50個みたいに瓶が欲しくてやってるっていう感覚の方が長く続くと思うんですよね。っていうかあの SOIF の武器って作ってもいずれ新しいものに変えるようになるんですよ。なんか新調するからもう前に作った武器とか使わなくなるとかザラなんですよね。だからなんか武装石出たらいいな、でも出なくても、まあ、瓶さえ出ればいいやくらいの気持ちでやったらいいんじゃないかって思います。熟練度スキルは一度習得したら消えないんで、まあ、消えないっていうか使わなくなるとかないんで、まあ検証のためにこうやって自分でオフにするとかできるんですけど、武器みたいに新しくするものじゃないんで、つまり俺の結論としては追いつけるかっていうのを気にしている人は追いつけないって言われてるんですけど、追いつけるって完全に信じきった上で追いつけるかどうかを気にしなくなればね、その後に気にしなくなれば時間さえかければ絶対に追いつけるっていうのが俺の考えです。もし追いつけるかどうかっていうのを気にして復帰するかどうか考えてる人は、ちょっとこういう考え方も参考にしてみるといいかと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると次の動画作りのやる気が出ます。では失礼します。